今回もアカリシティの開発やっていきましょう。今回は地下鉄を作るんだったかな。そうです、この街を東西につなぐ線路を引きます。ただその前に最初に開発した旧市街地に手を加えていきます。すっかり郊外の住宅地になってしまったね。郊外は郊外で変わりありませんが、どうせなら郊外らしく住宅地の中にマンションが点在するようにしたらそれっぽくなるんじゃないかなと思いまして。なるほど、でもそれってどうやるの？簡単ですよ。一部の区画を高密度住宅区画に変えるだけです。低密度区画の中に一部だけ高密度を紛れ込ませるんです。あれ、それじゃあもともとそこに建ってた家は立ち退きじゃないよ。先回りして否定しないで。わかりにくいですが、このような区画設定をしました。濃い緑が高密度区画だね。ではニョキニョキタイムです。うまいこと思っていたような街並みになるでしょうか。お、マンションが建ってきたね。いいよいいよ、その調子。しばらく放置したらこうなりました。確かにマンションが点在する形になったね。それじゃあ下から見てみましょう。おお、いいじゃないですか。中心部のマンション街とは違った味がありますね。遠くの方に大きな建物が見えるのが好きなんだよね。わかる。さてそれでは本題の地下鉄作りやりましょうか。地下鉄を作るにはまずは駅を設置する必要があります。最初に駅なんだね。駅は道路に隣接する形でないといけません。ただ地下なので立ち退きになる建物は入り口部分の少々だけです。立ち退きって言っちゃった。立ち退きじゃないよ、もう遅い。ということで産業区画に一つ、郊外の住宅地に一つ、中心部の商業区画に一つ、マンション街に一つ、合計で4つの駅を建設しました。駅を作ったらそれをトンネルで結びます。これも地下を通すので地上の建物などに影響はありません。大丈夫？道路が陥没したりしない？ここは福岡市ではないので地形は福岡なんだけどね。さて線路を作ったらあとはバスと同じ要領で停車駅を設定して路線を作成するだけです。はい、これにて地下鉄東西線無事に開業です。ネーミングがそのままだな。まだ仮の名前だから。生放送をしていた時の視聴者さん曰く地下鉄の駅を起点としてバス路線を引いていくのがいいらしいです。確かにバスはだいたい駅を経由するもんね。駅まではバスで向かってそこから地下鉄で移動という流れですね。それでは開業初日の様子を見てみましょう。地下鉄なので直接様子を見ることも車載動画を流すこともできませんが、透かして見ることができるので観察します。そんなアリの巣みたいな。さて一番列車が始発駅に向かっています。駅に着いたら間髪を開けずに折り返して出発です。人を乗せずに出発したよ。駆け込み乗車はおやめください。そういう問題じゃないって。まあまあ、すぐに次の列車がやってきて乗せて行ってくれますから。もう駅で列車が詰まってるじゃん。開業初日ですから駅の様子を拡大するとこんな感じ。バスからたくさんの人が降りてきて駅に入っていきましたね。バスが駅への輸送の役割をしっかり果たしてるね。これは交通事業でも大きな収入が得られそうですね。自家用車での移動が減って交通渋滞も減りそうだしね。こちらが隣の駅の様子です。もしかしてもう積み残しが出てる？統計を参考にするとこの駅で600人ぐらい待っているようです。これは明らかに列車の数が足りていませんね。予算を増やして車両数を増やします。とりあえず4台から7台に増やしてみました。これ以上は線路のキャパの問題で厳しいかも。これでも足りてないような気もするけどね。まあその地下鉄の方はまだいいんですよ。え、どういうこと？問題なのはバスの方でして。ひえー、グロ画像になってる。これバスの数をだいぶ増やしてこれなんですよね。これ以上増やすとバスが渋滞を作りそうですし、別の手を打たないと。バスターミナルみたいな場所を作るか、バス専用の道路を作るか、バス以外の交通手段を作るか、どれも簡単に対処できる話ではないようです。地下鉄の開業によってもう一つの問題が。ただこれは最初から発生すると分かっていた問題ですが。どういう問題？郊外の人たちも簡単に大学やオフィス街に行けるようになったので町の教育レベルが上がり、工場などに行かなくなってしまったんです。第二次産業が廃れて第三次産業が発展するという流れね。こうなると工業地区は人手不足で廃墟だらけになってしまいますので、条例を使って問題を解決します。条例で？条例の中にインダストリー 4.0 というものがあるんです。これを定めると工場も教育レベルの高い人を雇用するようになります。
もちろん待遇もいいので、就職先としてオフィスなどにも負けないようになります。でも、高等教育を受けてない人の行き先がなくなっちゃうね。そうなんです。ですので、高い教育が住民全体に施されるようにしないと、すべての産業もろとも人手不足で総崩れです。リスキーな条例ではあるんだね。さて、実はここで20日ほど期間が空きます。ゲームを開始して早々、街が巨大都市になりました。随分と大きくなったもんだなぁ。そして、4つの建物が追加されまして、どれも気になるものばかり。水上カフェ、見てみたいね。よし、それなら水上カフェ、作ってみましょうか。水上カフェはその名の通り、水の上に建てる必要があるので、ちょうど中心市街地にある池の中に作ります。カフェそのものは水に浮かんでる形で、岸壁に設置した発着場から船で行くようです。ですので、発着場のスペースとカフェ本体のスペースの両方が必要になります。池の真ん中にある島が、ちょっと邪魔だね。ここでいいかな?ポイット、このカフェは公園の扱いなので、ニコルくんが広がります。ニコって池よな。さて、見た目はこんな感じですが、これって、ちゃんと人が入ってこれるのかな?歩道とかを敷かないといけない?わかりません。しばらく観察してみましょうか。人が一切来ません。見てみると、水が足りない、という表示が。この池だと水量が足りないのかな?水深が浅いところに建てちゃったかな?とりあえず、島が邪魔になってる可能性があるので、沈めます。ボッシュートになります。そしてよく見たら、水道の水が足りてないだけだった。そっちの水かーい。そして、人がやってくるようになりました。少し周りが寂しいので、木を植えておきます。あ、そんな機能もあったんだ。入り口、全部建物で塞がれたんだけど。そんなバカな。まあ、建物の隙間を縫って人はやってくるので、よしとしましょう。隠れ家的カフェかな。そんなところで、今回はここまでにしましょうか。次回も、街を広げていきます。そろそろ、健康にも気を使ってね。では、また次回をお楽しみに。